全国の特別さん、こんばんは。シアラ放送部コタクト。どうも、コージです。ペーよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何でしょうか。ちょっとね、俺人生ってやっぱ調子乗った方がいいなと思ってきたんですよね。いや、間違いだと思います。調子乗ってなんぼでしょ。乗る調子もないやろ、別に。何に乗っとんのってぐらい動いてるから。それ何なんて、お前がそのなんか。いや、俺は調子と思っとるよ、それに。違う違う、全然乗れてないよ。いや、調子に乗ってますけどってなるから。何それ。いや、調子乗ってなんぼやから。まあまあ、人生なんて。そうね。だから、やっぱ、こう、ビッグマウスぐらいがいいみたいな。そうそうそう。言いますけどね。うん。そんくらいでいいと思っとるんやけど。はいはい。だからちょっとね、気になってね、募集しました。はい。人生で一番調子に乗った出来事。はぁ。これどこまでみんな調子乗ってんのって。うんうん。ちょっと気になるよね。まあ、今ちょっと調子乗ってるよね、なんか。俺は調子乗ってます。なんかその、履いてるジーンズとかもなんかダメージやし、ピアスでしょ？なんかちょっと調子乗ってますね。言われません？久しぶり会った人とかから。あ、なんか、変わったみたいな。あの、芸人の方とお前、ちょっとお会いしたんですけど、まあ、一言目、久しぶりじゃなくて、ピアスって言われた。調子乗ってるから、ね、めっちゃ気まずかった。あ、うん、そっか、めっちゃ気まずかった。あ、ピアスってそっかそっか、調子乗ることは大事なんかもしれない。俺も調子乗ってるからね。うん、それみんなでも聞いてる。みんながどれだけ調子乗ってるか、いいですね、発表していきたいと思います。はいはい、いきます。恋のライバルが4人いるけど、そいつらよりも自分が一番ことが発展してる。あ、調子乗ってんな。調子乗ってんな。いいですね。もう恋のライバルって言い方が調子乗ってるからね。いいですね、これは言って。調子乗ってる人が来てるわけだから。もうお前は気に入られたバンバン言ってもらっていいよ。次いきます。小3の節分の時に、いつもは怖い男の先生が鬼の役をしていて、その時に調子乗って先生のズボンを下げたら、パンツまで下ろしちゃった。クラスみんなの前で股間がフルオープンしたこと。その後昼休みから掃除の時間の終わりまで怒られました。怒られたんや。その鬼も調子乗ってたんだろうね。先生もね、鬼だよってそれはお前ズボン下げられるわ。大学時代にめちゃくちゃダイエット頑張って50キロぐらい落とした。はぁ、その後洋服屋で店員さんからモデルさんみたいな体型っすねと言われ、有頂天に勧められた服全部買ったらバイト代3ヶ月分飛んだ。確か24万くらい。うわー、でも仕方ないよね。50キロも痩せたら調子乗るでしょ。調子乗るんかな。高台今の体重からマイナス50キロしたら何キロよ。7。 じゃあ次行きます。はい。3人ぐらいから同時に告白されたこと。うん、モテ男気取ったら周りに誰もいなくなった。調子乗った後日談までありがとうございます。本当に。でもそっから調子乗れるかやから、誰もいなくなっても。ああ、そうね、乗り続けられるものが本物やからね。一回乗ったらもう乗り続けろって感じですね。そう、降りちゃダメやから、降りちゃダメ。じゃあ次行きます。はい。ネットイキリ時代、陽キャの悪口ツイッターに書いてバレてボッコボコにされました。いいねいいねいいね。こんくらい欲しいよね。うん、で最近さ、そうなんか久々アンチみたいなの来たのよ。おお、いいやん。DM で。うん。で、結構なんか、まあ、ぽいこと言ってるけど、ちょいちょいこう、言い間違えてたりとか、うん、あ、なんか分かってねえな、みたいなのを書いてたのよ。うん。で、なんかどんな人が言ったのと思ってさ、そのプロフィール見たの。したら、めちゃめちゃ人の悪口書いてたし、ちいちそんなこと言ってくんだよ、分かるだろ、クソじじ、死ねえよ、みたいな。ことまで書いてたのよ。うん、いや、俺、こんな人に死ねっていうことを、ネットに書き込んだりするやつから言われたよと思って、うん、調子乗んなよと思ったよ。いや、それはね。いや、まあ、その、本当人の振り見て我が振り直すのこのことやなと思った。そうね、まず、自分の、その、なんやろ、ね、今の、なんか、ね、その、吐き口で死ねと書き寄るけど、それどうにかした方がいいよって、ね、言いたいよね。なんか、俺も一回、DM で、めちゃくちゃアンチしてきた人がおってさ、で、その人、どんなことつぶやいとるんやろって飛んでみたよね。で、覗いてみたら、ツイートで、いじめは良くないってツイートしてた。どの口が言ってんだお前これ。じゃあ次いきます。はい。腕相撲で強い人に勝って、その人より強い人に挑んだら骨折れた。いやー、そうだよね。なんかの調子乗るのは、調子乗りすぎると怪我するよね。そうね、あれってね。なんか動きをつけてボケようとして物落とした時とかめっちゃ気まずい。ああ、もう調子乗ったなって思うよね。そうね、コップの水こぼれたりとか、あの瞬間ガラス割れたりとかね、うんうんうん、冷めるよね。めっちゃ冷めるよね。冷めるよね。調子乗ったなって思うもん。そうそう。だからあの時の正しいツッコミってさ、うん、いや冷めるわって言ってあげた方が絶対いいよね。そうね。なんかシュンってなるのがこっち側からしたら、うん、やっぱり空気なっとるってなるやん、うん、よりもうわお前冷めるわ気持ち悪く帰るよぐらい言ってくれた方がいいよね。それは傷つくやろ。なんだお前。冷めるわこいつ。
誰生徒会長連れてきたの。今取りましょうか多数決。どっか行けお前。9割は僕の方の意見ですよ。気持ち悪いこいつ。助手席に乗った女は全員やれると思ったしやった。あやったんや。私16、旦那18の頃に適婚したけど、うん、先月無事結婚10年目を迎えたこと。おおおめでとうございます。子供3人もいて家も建てたしまだ27なのに偉いって生きてるだけで褒めてもらえるんで人生の中で初めて調子に乗っていいな、これは誇っていいなと思えてます。うん、僕の2つ上ってこと、年齢で言うと俺の1個下ってこと。これ完全調子乗っとるな、これ。いや、違う違う。挨拶になっても年齢でいい。家建てますけどって挨拶に来た俺に。来てないよね。関係ねえやろ、お前。子供3人だと、お前、子供3人を今、育てられる。いや、無理よ。気象。気象気象見た見た今の顔。急に顔溶けたんか思った。だから子供のこととか想像して多分ちょっとハッピーな気持ちになったかもしれんけど、その顔、きしょ。お前、子供のこと思っとるやから、きしょとか言うんじゃねえよ、お前。やっぱテンポ遅いな。ちょっとキレる。キレのテンポ。いや、一瞬、キレようかなと思ったけど、一回受け入れた方がいいなと。いや、なんか、そう、キレは、本当あんま多分怒らん人やん、コウダイって。あ、怒ったとこ見たことないわな、コウダイが。なんか。あ、そう。そうそうそう。友達とかで絶対怒らんの。絶対怒らん。そうそう。だから、多分、キレ慣れてないんですよ。お前、それを言うなよ。いや、キレ慣れてないから。うん、いや、俺はキレるよね。やっぱ、キレる練習してないよ。何にでもキレていった方がいい。ちょっと。ちょっと今、何にでもキレてみてよ。なんか一つ見つけて。もう何でもいいよ。あ、じゃあもう部屋に。俺、ちょっと見本見せよう。あ、もう本当、今まで、もう、なんか、キレすぎて、キレすぎての人生だったんで、うん、いけますよ。ああ、じゃあ、なんか例えば。もう細かいことでもいけますよ。お前、充電器縦に刺すなよ、これ。お前、いいですね、気持ち悪いな、これ、お前。喋るのになんでコーヒー置いとんの、これ。なあ、ティータイム雑談のもしに来とんか、これ、人は。あ、マネージャーの顔も変わってきた。待って、このコーヒー置いとるくせに噛み切っとるな、なあ、関係ない。しれっと。切れ慣れとるな。あとなんか金持ちぶって黒 T だけ切るのやめ、それ金持ちが切る黒 T だから、それ980円です。うわ、もう声も震えてきた、マネージャーみたいな感じ。あ、こんな感じなんや。もう、あ、じゃあマネージャーに切れようかな。じゃあほら、マネージャーもやっぱ今でこそこう全然ね言い返してきたりとかね、うん、笑ってごまかしてるけど、うん、昔すんごい切れてたから。あ、なるほど。いや、マジで切れてたから昔は。あ、まあ、マジでじゃあ切れるわ。うん、言ってみて言ってみて。お前さあのさ、車の中で俺に公爵ばっか垂れとるやろ。お前の月収俺3ヶ月抜いたから。ああね、お前そんな男によ毎回毎回。あ、ちょっと何月収ってお前偉そうに月収とか言いやがって。お前こっちはお前に赤字なんだから。そうそう、お前はまず借金返し終わった後にお前、そうそう、お前収入とか自慢しろよ。お前ごめんなさい、ちょっとまだお前返し終わってもないのに月収お前の抜いたとかさ。お前偉くなったな、お前は。あの、この動画の結論出ました、はい、調子乗ったらこうなる。